俺の名前はともき。現在サラリーマンとして働いている。俺が入社したのはそこそこの規模で、知る人ぞ知るっていうような中小企業。そこには俺を含めて3人の新入社員がいた。それも3年ぶりの新入社員ということらしい。ある日といっても、俺らと同時期あたりに A 子が大学生アルバイトとして会社にやってきた。彼女はまだ20歳になったばかり。年齢が近いこともあって俺はよく話すようになっていた。仕事内容としては基本的に、俺たち新入社員やアルバイトの人たちは最初は割と放任されていた。上の人からこの資料読んでおいてとか、この資料の要点チェックしておいてといった風に。だから結構暇な時間があったので、合間を見てはメールしたり話したり、どんどん仲良くなっていった。その結果、半年もしないうちに俺と A 子は付き合い始めることになった。 A 子は特に今時の女子って感じで、明るくて面白くて、そして何より可愛い子だった。結構 A 子の友達にも紹介されたりして、普通に平和に付き合っていた。それから1年もしないくらいには A 子も大学卒業が近づいていることもあって、結婚も考えていた。しかし入社して2年ほどした頃から俺の仕事が増えだした。本来俺の担当じゃない作業が回されるようになってきた。さすがにおかしいと思った俺は上司に相談することにした。上司は当時27歳だったが、同じ20代で比較的年が近いこともあって、いろいろ相談できる人だった。だからその時も当然のように相談しに行くと、確かに難しいかもしれないけど、それをお前に任しているってことは、それだけ期待されてるってことだ。つべこべ言わずに頑張れよ、と言ってくれた。そして必要な資料の場所や仕事の進め方について教えてくれた。俺は上司を尊敬していた。だから期待されてる、そんな言葉を聞いた俺は本気で頑張り始めた。しかしさすがに部署の違う仕事までするのは大変で、当然のように残業や休日出勤の連続。当然 A 子と会える日も減っていった。 A 子がバイトの日は会社で顔を合わせるが、それ以外のことはお預け状態だった。しかし俺はこれでうまいこといけば俺も出世できるぞ、そう思って必死に頑張っていた。しかし頑張っても頑張っても追いつかない仕事もあったが、 A 子はそんな俺にも愛想を尽かさないで付き合ってくれた。その頃から A 子には部屋の合鍵を渡しておいていたから、帰宅したら料理を作ってくれていた。そんな風に A 子に助けられてきたし、本気で A 子を幸せにしようと俺は強く決意していた。だが激務も 4、5ヶ月続くと、さすがの俺でも心身ともにボロボロになった。そんなある日、ついに体に限界が来たので早退をさせてもらった。俺が頑張っていたのは社内のみんな知っていたから、早退することについては特に問題なかった。きついけどいつもよりもかなり早く帰れるな、 A 子と久しぶりにゆっくりできるぞ。仕事以外で A 子と会うのは久しぶりだったし、 A 子のアルバイトも A 子が卒業近いからぐんと来る頻度が減ってしまっていた。俺は大量の仕事のおかげでお金も結構貯まっていたし、久しぶりに豪華な夕食でもと思いながら帰宅したら、駐車場に A 子の原付が止まっていた。で、玄関を開けると、なんでか A 子がすごく可愛い服を着て待っていてくれていた。それでそれからいろんなことがあって、夕食は部屋に戻って二人でゆっくり食べた。次の日は A 子は用事があるとのことで帰ったが、すごくリフレッシュできた気がした。その後、家でダラダラしていた俺は、妙なものを見つけた。ベッドの枕元に、俺のではない男物の腕時計があった。最初は、A 子からのプレゼントか?と思ったが、それにしては新品ではなさそうだ。しかも、絶対バイトで働いたくらいじゃ買えないような、高級な代物だった。不思議に思って A 子に連絡したところ、切羽詰まったような言い方で、お
いといて。すぐ取りに行くから。そう言って速攻で電話を切った。 A 子の持ち物だろうかと思い不思議に思っていたら、すぐに A 子が戻ってきた。はい、時計、早く早く急いでとやたらせかされた。彼女のあまりの急ぎっぷりに、俺は言われるがまま時計を渡すことしかできなかった。時計を受け取った彼女はそのまま駆け足で帰ってしまった。もう少し彼女と一緒にいたかったなと思ったが仕方ない。翌日俺は全て生まれ変わった気分で出社したが、仕事はかなり溜まっていた。しかもさすがにこれはやばいと一発でわかるくらいに。上司は気合をかけられてしまい、今まで以上の残業の嵐だった。あまりにも多すぎて、もしかしたらこれは死ぬかもしれないと思っていたものの、上司の応援や A 子の存在を支えに必死で頑張っていた。しかし仕事はどうしても終わらない。外回りも増えてきたし、工場への出荷調整など絶対俺の部署じゃない仕事までやっていた。朝6時出社して深夜2時終了といったブラック極まりない環境だった。そんな中、なんと A 子と上司がキスしているところを見てしまった。最近ではキスすらできていない俺なのに、なんであの二人が会社でキスなんてしてるんだ。しかしその時俺は疲労の限界で細かいことは考えられなかった。その後帰宅した時にじわじわと思い出して、なんで俺の彼女が上司とキスしてたんだと疑問に思ってしまったが、疲れすぎてその日はそのまま寝落ちしてしまった。翌日何事もなかったかのように仕事をしていたが、昼頃に急に思い出しパニック状態。その時は平日で上司は不在だった。 A 子もおそらく大学でいなかった。それはついこの前に俺が早退した時と同じくらいの時間のこと。その日は外回りだったが、嫌な不安に耐えることができず衝動的に自宅に向かった。そして俺は見てしまった。駐車場の A 子の原付、そして少し離れた場所の有料駐車場に停められていた上司の車。高級車だからすぐに分かった。フラフラしながらも自宅のドアを開けてみる。なるべく音を立てないように。そしたらなんと甲高い A 子の声がしてくる。もう明らかに最中と分かるような声だ。その後俺は普通に会社に戻った。しかし一箇所行く予定だった場所には行かずに戻ってしまった。すると顧客との約束と違う、顧客からクレームの嵐だったと別の上司に怒鳴られ、平謝りすることに。その後俺は上司に呼び出された。説教どころか A 子と付き合い出したなんてことまで報告された。それも完全にこちらをバカにしているトーンで。上司はもちろん俺と A 子が付き合っているのを知っていたはずだ。俺はもう限界で上司を殴る寸前だったが、なぜか涙が出てしまってそれ以上できなかった。その後だった。 A 子から振られたのは、別れの言葉は俺の家にやってきた A 子から直接言われた。その時の A 子はなんだかとても色っぽい格好で、それもまた俺の怒りを誘った。俺はそのまま部屋で泣きながら眠ってしまった。会社に行く気力もそこで尽きてしまった。結局無断欠勤を5日間もしてしまい、出社した時にはすでにクビになっていた。後から知ったが、俺の仕事が増えたのは上司が原因だったそうだ。俺に彼に期待してるからなんて言って無理やり仕事を回していたらしい。おそらくその隙に A 子を狙っていたのだろう。直前に大失敗した俺の退社だったから、もちろん誰にも惜しまれなかった。それはもう無気力な生活になった。金はあったから生活に困りはしなかったが、何をしたらいいのかわからなくて引きこもり&ネットの毎日だった。そんな生活をしていたある日、大学時代の友人から連絡が来た。忙しい時期には誘われても誤って断っていた俺だが、その時の俺は無性に誰かに会いたくて誘いに乗ることにした。久しぶりに会った友人は俺の変わりように驚いていた。
何があったのかいろいろ聞かれたから全部話した。友人は真剣に聞いてくれて、いろいろ考えた結果、一緒に会社を作らないか？そう誘ってきた。正直友人のプランはとてもうさんくさかった。しかし俺はもうそんなことはどうでもよくて、話を聞いてくれた友人への感謝の気持ちと、どうせ無職だしという気持ちもあり、その話に乗ることにした。会社は俺を含めて4人、小さすぎる会社だった。全員が何をするにも手探りで、契約なんて取れるわけがない。ノウハウもないしコネもない。それでもなんとか仕事を得るためにみんなで死に物狂いで働いた。しかしそんなギリギリな状態でもみんな頑張っている感じが楽しかった。俺は前職でいろいろな部署の仕事を経験していたこともあり、総合役職みたいにみんなを手伝う感じの役割だった。そんなある日、みんなで飲んだ帰りにいきなり誰かから声をかけられた。そいつは元上司だった。元上司はいやらしくニヤニヤしていた。俺は無視しようとしたが、無理やり話しかけられて、俺の近況をこれでもかというほどしつこく聞いてきた。みんなには前の会社の先輩とだけ話し、少し離れた場所に元上司に連れて行かれた。そこにはなんとあの A 子もいた。 A 子はブランド品で全身を固めて妙にキラキラしていた。何でも今度 A 子と元上司は結婚するらしい。今日も高級レストランで食事をした帰りだったのだそう。安いスーツに安い居酒屋から出てきた俺を嘲笑っていた。 A 子は彼と一緒になってよかったとまで言っていた。元上司は笑って、いやー俺はお前に期待してたんだけどなー、なんて抜かしていた。切れそうになったが、なんとか我慢を重ねた。この時、今まで以上に頑張ったかもしれない。しかし、この頃俺は会社の同期の B ミと付き合い始めていた。B ミは A 子の大学時代の同級生だったようで、もちろん A 子のことも知っていたが、あんまり彼女のことをよく思っていなかったらしい。最初こそ接点がなかったが、仕事のことでメールをしているうちに、それなりな関係になっていった。彼女は A 子に比べたら少し地味な子だったが、とても優しくて上品な子だった。だがその頃、俺はギリギリ以下の生活で、前に住んでいた部屋を引き払ってアパート暮らしになった。部屋も4畳一間ととても小さい。それでも半同棲みたいな感じで、よく自宅に来て俺の生活を支えてくれたのが B ミだった。そんなこんなで3年も続けていれば、なんとか形になるもんだ。そこそこ会社もどうにかなってきた。その頃には A 子も元上司のことも忘れかけていた。なぜなら彼女との日々がとても幸せだったから。そんなある日、彼女とデートをしていた時のこと。子供を連れていかにも金持ってますみたいなオーラの二人を見つけた。俺たちは目を伏せたが、二人は俺らに気づいてすぐに寄ってきた。 A 子は子供の前なのに意地の悪い笑顔で声をかけてきた。付き合っている時はこんなんじゃなかったのに、 A 子はすっかり変わってしまった。もちろん口には出さないでいた。元上司は仕事自慢と俺の近況を聞きまくってきた。給料はいくら、出世して車も買ってなど、相変わらずこのしつこさは変わらない。その上、なんと A 子の方から今度食事でもしないなどと言ってきたが、俺たちはそのまま振り切って逃げた。その1年後、俺たちが住んでいる町を大きな地震が襲った。だが俺の会社はその災害のごたごたをうまく乗り切り急成長した。その時扱っていた商品のルートが上手に需要に乗ったんだ。在庫は履けるし、ルートは一回も上がったから、面白いほどにどんどん上に上がりまくっていく。際限なく仕事は忙しくなっていたが、過去の残業地獄に比べたら、こんなの平気だ。そして一段落ついた頃には、びっくりするぐらいの利益が出ていた。これで会社も大きくできるし、コネも LINE もたくさんできていた。これも災害でも諦めずに続けていったおかげだ。
短い期間で地域に根を張っている状態になれたのだ。俺たちの頑張りがみんなに評価されて、地位もすっかり安泰した。まるで夢のようだ。自宅もアパートから一戸建てに住めるようになったし、ちょうどその時に彼女と結婚した。彼女は専業主婦になるというので会社を辞めることにした。冗談というか、嫌味も込めて元上司夫婦にも招待状を出したが、彼らは出席しなかった。その理由を知っている。前職は震災の煽りで倒産寸前。元上司も首を切られ、性格がすっかり歪んでしまったらしい。どこかに再就職しているのかと思いきや、コンビニでレジ打ちの仕事をしていた。一方で A 子は毎日夜の店で働いているそうだ。一度元上司と一緒に贅沢を知ったので、会社員として働いても続かないらしい。子供は保育園や託児所に預けているどころか、なんと店の控え室に一緒に連れてきているらしい。かわいそうに、それが親のやることか。一方で俺は会社も成長し、もうすぐ誕生する子供と幸せに暮らさせてもらう予定だ。あの時は心身ともにボロボロだったが、なんとか立ち直れたのは友人や妻のおかげだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。